小池都知事の東京羽田空港大改革に期待。羽田空港を旅客便専用空港にし、オリンピックのアスリートは東京の空の玄関羽田空港に置いて迎えましょう。東京羽田空港を日本で唯一の旅客便専用空港にし、成田を貨物便専用空港にしようという運動が広がっています。というのは、成田空港は地方都市千葉県にあり、東京都心まで電車で 2,3 時間、バスで渋滞に巻き込まれると数時間かかるという遠隔の地であります。また4000メートル滑走路が1本しかなく、昼間の時間帯、朝の6時から8時までですが、この時間帯しか開港、港が開いておりません。したがって離発着便の遅れが日常化し、加えて交通費も高いとあって、成田利用者の 99% を占める東京在住の大使館や業務渡航者や観光客から長年不満の声が続出しています。日本は国税としてオープンスカイポリシーという、希望すればどこの空港でも乗り入れることはできるという条約を批准しています。羽田乗り入れ希望の航空会社に対して、昼間の時間帯はスロットがないが、深夜早朝はあると一応是認する形をとっていますが、本音のところうまく断って成田就航を半ば強制的に誘導しているのです。その煽りを食ったヨーロッパや中近東、南太平洋やその他の遠隔地の航空会社が、事前に羽田乗り入れを申請してもそれは叶わず、成田就航を強いられ、その挙句日本への就航をやめる会社も出てきております。例えばオーストリア航空ですが、昨年9月で日本への就航を完全にやめ、また日本での支店や営業所も閉鎖しました。そして現在、上海と香港とバンコクの就航に切り替えております。東京オリンピック・パラリンピックを機に、約200の在京大使館や外国公館から東京にやってくるアスリートは世界の大東京でのオリンピックに参加するためにやってくるのに、なぜその表玄関の東京羽田国際空港で出迎えてくれないのか、これこそおもてなしではないかという不満が続出すること必至です。
東京羽田国際空港は2010年の新築国際線ターミナルに加えて国内線と共用の新しいターミナルも建設間近、4本ある4000メートル滑走路に加え、オリンピックまでにあと1本、計5本の4000メートル滑走路が完成する予定です。また、国内線専用ターミナルに移動してがら空きになっている国際線のターミナルの昼間のスロットは、成田だけでなく名古屋や関空の国際線を強いられ、就航国際線の道中への就航を知られている航空会社にも使ってもらえる予定、ゆとりがあります。使ってもらえるゆとりがあります。この世界に冠たる羽田国際空港、都心、新宿までノンストップ20分の高速道路や地下鉄網も完備、24時間開港の上、終日試合級も対応できる、リニア中央新幹線の新品川駅もこれを機に、オリンピックを機に完成することになっており、また現在仙岳寺からまで乗り入れ、仙岳寺まで都内で就航している銀座線も新しくできる仙岳寺の駅から羽田まで20分で地下鉄が完成されることになっています。とあれ、世界に冠たる東京の空の表玄関、東京羽田国際空港で東京オリンピック・パラリンピックに参加する世界のアスリートおもてなしを迎えようという運動が起こっていることを都知事には認識していただき、ぜひとも東京羽田空港大改革に着手してもらいたいものだと思っています。